1938年、シナ事変のバイアスワン上陸作戦時の特殊船、新州丸。戦備発地等から大発、小発を発進ないし収容中で、後部甲板には装甲艇、AB 艇を搭載している特殊船は、大日本帝国陸軍が建造、運用した揚陸艦の総称。続称は特殊船。陸軍船舶部隊には、 競技の特殊船であるドック型揚陸艦や、強襲揚陸艦相当の大型船のほか、戦車揚陸艦相当の小型船も存在したが、本港では主に全社について説明する。大発詳細は、新州丸建造の経緯を、参照島国である日本の地理的条件、第一次世界大戦の戦訓、在フィリピンのアメリカを仮想敵国とする大正十二年、帝国国防方針によって、 1920年代より上陸船に関心のあった帝国陸軍は同年代中頃には専用の上陸用修艇として大発動艇、小発動艇を開発。1932年の第一次上海事変ではそれらを用いて上海派遣軍の第11師団を中国国民革命軍第19組地軍、戦艦期当時の上陸用修艇母船は ウジナマルのように一般の貨物船と大差ないもので、上甲板に集艇を搭載し、デリックガントリークレーンボートダビットホイスト等で、広島水させる方式をとっていた。広島水時には、基本的に集艇は空船で、小兵は、広島水後に、母船の原則に垂らされた縄橋を伝って集艇に乗り込み、下方や車両、馬筆等はクレーンで、集艇内に吊り下ろしていた。この方式は、 集艇が多数の場合に時間がかかるほか、波浪の状態によっては、広水、乗船、積載が難しく、また将兵等が異常時に落下する危険性もあるため迅速な上陸船を行うのに不向きであった。これらの経緯、潜空から上陸用集艇を大量に積載可能で、人員や装備を乗せたまま連続的に広清水できる 新鋭の終停母船こと特殊船の開発を開始、当初は軍隊や物資の輸送を担当する艦がたる陸軍指部の独力で着手された。なお、陸軍が本格的な揚陸艦を開発、保有した背景について、当時の海軍は戦闘艦の整備に傾注し、揚陸艦といかつ、陸軍が海軍とは別に独自の船舶部隊を保有することは、 日本だけでなく、同時期のアメリカ陸軍でも、大々的に行われていた行為である。新州丸特殊船、新州丸。船尾のハッチと原則のハッチが、いずれも開いている状態。全部、後部の大型デリック、中部甲板状の小発とダビット、後部甲板状に搭載された、装甲艇などがわかる小型特殊船、キビツ丸防具用のため、火客旋風であるが、 重武装の特殊船であり、中央マスト部には、レーダーも装備している兵型特殊船、秋津丸。揚陸艦艇護衛空母として、航空偽装を強化、改装した後の姿であり、飛行甲板上に、対戦障害機である三式式連絡機が見える、M 兵型特殊船、熊野丸。終戦後に福音輸送船として使用中の状態で、煙突を直立させて救命艇を追加するなどの、 改装が施されている、機動艇、機動第19号。アメリカ軍の戦車揚陸艦相当の揚陸艇、詳細は、新州丸を、参照1933年4月8日、右翼曲折を経て計画された、州艇母船、R1 は、張松造船所で起航翌1934年2月8日に、新州丸と命名され、同年3月14日に、浸水。 11月30日に陸軍に引き渡され12月15日に竣工した。新州丸は演習のみならず、1937年7月に勃発した品事変に早速投入され、初陣となった8月14日のふと、古城陸作戦では第10師団所部隊を無事に揚陸。以降も、スーの核上陸作戦や、その搭載能力を活かした輸送任務にも参加し、 文字通り大活躍した新州丸の成功を決戦938年10月に陸軍中央は特殊船造産を決定。予算の制約により大量の特殊船を宇治名丸、新州丸のような陸軍省を保有船として維持することは難しいため陸軍は戦時の徴用を前提として民間海運会社に補助金を出し、 建前上とはいえ特殊船を民間席の商船として建造することとし、並行して各海運会社、造船所とも協議を重ね9席8万トンの建造を計画。その計画量産特殊船は船形によって大別して以下の通りとなる。詳細は、秋津丸を参照、新秋丸に次ぐ2隻目の特殊船。 また、新鋭量産特殊船の第一号として選ばれた、兵型は、新秋丸と同じ張間造船所において1940年9月17日に、寄港、秋津丸と命名された。一と偽装のために計画通り商船型第一、携帯として建造が始められた、秋津丸であったが、寄港後に、国際情勢を考慮して、当初より、 飛行甲板を装着した空母型第二形態とすることに決定、1941年9月24日に浸水し、太平洋戦争突入間もない1942年1月30日に竣航した。秋津丸に続き、高型特殊船として、マヤヤマ丸、玉津丸、キビ津丸が続々と建造され、最終的に以下の特殊船が量産されている。詳細は、 機動艇を3艘以上の特殊船と並行して砂浜に接岸して戦車等を直接に揚陸する LST 型の開発も行われており、これは機動艇として実用化、量産され太平洋戦争に投入された。抗議の特殊船に含まれる。約40隻が量産され、海上機動旅団等で運用された。なお、特殊船の範疇には入らないものの、 帝国陸軍は一連の揚陸艦、上陸用州艇のほかに各種の小型支援艇を整備している。1920年代後期には法艇の総工艇、同年代中後期には高速偵察艇の高速艇高、1930年代初期には連絡艇の高速艇打つ、1940年代初期には苦戦艇兼高速戦闘艇の駆逐艇を開発、量産、投入した。 船尾ハッチを開き広し水作業中の新州丸。大発が発進中、秋津丸飛行甲板上の三式式連絡機、修定母船型の特殊船の最大の特色は、船内に設けられた全通式の修定格納庫と船尾の広し水装置である。格納庫には、主力上陸用修定であった大発を約30隻収容できる。格納庫床には、 ローラー式の機場が敷かれ、その上に置いた上陸用集艇は天井のワイヤーで牽引して移動でき、兵員や物資を搭載したまま船尾のハッチから連続発進させることができた。その能力は構造的には異なるものの、後世のウェルドックに相当する優秀なものであった。ただし、喫水船近くに全通式の格納庫を有する構造は浸水に対して脆弱で弱点でもあった。 このほか、通常の貨物船と同じデリックを利用した広し水も可能であった。走行艇などの重量級の小型艇も運用できるように強力なデリックを装備していた。新州丸では格納庫側面の原則にもハッチとクレーンが設置されていたが、2番線以降では廃止されている。秋津丸航空偽装も参照、新州丸及び兵型、M 兵型特殊船には、 上陸作戦支援を目的に限定的な航空機運用能力も与えられていた。そのため陸軍空母と称されることがある。新州丸には火薬式型パルト、兵型、秋津丸 M 兵型、熊野丸には航空母艦類似の全通飛行艦板が設けられ、約10機の戦闘機が搭載可能だった。ただし、いずれも着艦は考慮されておらず、機体は占領した。 陸上飛行場へ着陸ないし不時着予定であったため、実戦では使用されなかった。太平洋戦争中には、秋津丸と熊野丸は、対戦哨戒機を運用し戦護衛を行う、護衛空母機能を持つように改装された。障害物となるデリックの移設や、着艦設備の追加が施され、爆雷を装備した三式式連絡機等の搭載が行われた。なお、 陸軍はこの他に、対戦小怪級運用能力を備えた、護衛空母型の商船特トルコリラ型を建造している。固定武装としては各船によって異なるものの、自衛防空用に、元投資機の降射砲、降射機関砲、打ち上げ等上陸部隊の支援攻撃要件体艦用に、元投資機の野砲、対戦用に爆雷及び、元投資機の迫撃砲を装備していた。 臨時武装として、後者砲、後者機関砲多数が増設でき、飛行艦板を有す、ス、空きまは15センチメートル重化のに四門を、砲列縁可能であった。対戦警戒用として各船はソナーである、スゴー機を装備している。21世紀初頭現代においても、アメリカ陸軍は大規模な船舶部隊を海軍とは別に保有している。陸軍省軍務局防備課、 特殊運送船名に関する県百9 3 4年2月8日、アジア歴史資料センター、レフ、c 0 1 0 0 4 0 2 9 8 0 0本元2011、43校。いずれも春工当時はすでに太平洋戦争下であるため、春工と同時に陸軍徴用船となっている。防衛研修所選手室、陸海軍連票府、兵器、兵庫の解説朝雲新聞社。 戦士総書1980年175ページ。終庭を水面に発信させることいわえ10ページ。ありがとうございます。